はい、皆さんこんにちは、こんばんは。丸中盆栽です。はい、また出ましたよ。またこまゆみだね。こまゆみが続きますけどね、ご勘弁くださいよ。まあ、木は違うでね、同じ木じゃないもんね。樹種は一緒だけど。はい、じゃあね、今回はねこれをお手入れしていきますけども、はい、まずは苔を取りながら、まあ足元をきれいにしてくださいよね。何事もお掃除は大事だよね。はい、こんな感じでね、何これ、一時丸中がハマった吹き流しだよこれ。あ、ようわからんけど、あの風を感じたいと思ってね、一時ね吹き流しにドハマりしたことがあって、まあね、ちょっと迷うと、まあとりあえず吹き流しとやっとこうかなみたいなね。はい、こんな感じでね、とりあえずあの針金を、かけて、ちょっとこの上の枝が万歳しとるもんで、こいつをこう左右に振って枝を畳んで、これなおかつこの枝を下げたいもんでね、まあそんな感じで作業していきますよ。よろしくお願いいたします。はい、まあね、こうずっとねこれこまゆみ触っとんだけど、まあいつもねこの師匠とかがね、まあ欲しかったら持ってけよってねくれるもんね、時々あ、はいはいはいなんて言っちゃってね、あの調子こいてもらってくるとこういうとこういうのがね、だいぶあの家にあるんだけど、これがこうずっと持つことになるとね、あの場所も取るし、まあ作っとる時は楽しいんだけどね。よし、これでね曲をちょっと足していきますよ。ちょっと弱いもんで、だけどあんまりやると折れちゃうもんでね、その辺は慎重に慎重を重ねて慎重にねやってくださいよ。これボギっていったらまあね、まあそこにあれだよ、まあ薬塗ってね、あのほがっとけよもんで、まあでも枯れてきたらねまた作り直しゃいいもんでさ、まあだけどどのぐらいやったら折れるかっていうのはね、あの自分の中でだいたい確認しておくと折れにくくなるしね。まあこれ樹種によってもね枝の硬さが違うもんで、まあその辺もねあの経験してくださいよ。はい、こういう感じでね、あの吹き流し樹形だもんで、こう左右上下に振りながら、これだとね、あの皆さんから見て右から左に向かってあの風がビュー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 吹いとるイメージでやっとるけどね。はい、わかりますか？わかりますか？風が吹いとるのが見えますか？ね。はい、そんな感じでね、どうでもいいことをねあの言ってますけど、ちょっとこれね、あの枝が下がらんもんで、まあ下から下の枝と上の枝とね、こう針金でギュッとこう寄せようかなと思ってね、もう今ねあの作戦会議中だよねこれね。んね、はい、これでねちょっとギュッとこうってねねじって固定して、そしたらだいぶ下がったでしょこれ。んね、よし、こんな感じで、まあ上の枝がね下がったけど、下の枝がねつられて上に上がってきちゃってるもんね、やばいでしょこれ。あそれに早く気づかんとあの下の枝が上がってきちゃってるもんね。おまだね。はい、こんな感じでね
これあのどうするのかな、よく見とってくださいよこれ。あ、何やる何やる、ね、あ、そういうことね、はあ、はあよし、これあの下の枝を、下の枝をねこうギュッとこうやって今度はまた下げたいんだよね。ねえ、こうアングルもね考えながらやらんといかんね、これね、こっちから見るとね録画したやつは見えんもんね、自分は見えとるんだけど、なかなかこの動画ってのは難しいですね。そういったわけで、まあできたかなこれで。よしと。こんな感じだね。この枝もまあ適当に折りたたんで、まあなんか流れに沿った感じで風を感じてくださいよ、風を。ね、よし。まあこんなんで、こんなんで。今日のところは勘弁したらなかったかな、このぐらいでよし、ようやくあれだね、下の枝が浮いとることに気づいて、あ、これ引っ張らなかったなと思って、そんな感じかな。これ下からね針金を入れて、でギュッとこうやってこいつ枝を下げつつ枝を下げつつぐるっと回して、まあなんかね継ぎ足し継ぎ足しで、ね、あんまりかっこよくないんだけど、まあプロじゃないし愛好家だもんね、いいじゃないのって感じでね、こうやってねここのところをねこうギュッてやるとまた下がるでね、下にね、でそれを引っ張られて上の枝もこうギュッと下がってくれてるわけよね、わかりますか？ね、よしと、まあそのぐらいでいいんじゃないのね、今回はまあね、こういうのもあの早く売ってあの即売に出してくださいよ、いつまでもいつまでも持っててもねしょうがないもんね。はい、じゃあねお化粧の赤玉の彩流を上に振りかけてトントンしてね、底面吸水させていきますね。はい、こうやってねこんな感じで底面吸水させて出来上がりました。どうですか？はい、じゃあね最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。